こんにちは。ずっと前からアライグマの動画でマンドリンの、弾き方ね、マンドリンの弾き方について、いろいろね、分かりやすく説明してきたんですけど、まあ一通り弾き方の説明が終わって、教則本のね、紹介なんかもいろいろしたと思うんですけど、その後やね、曲がね、マンドリンの曲っていうのが楽譜がありませんので、楽譜があるけどほとんど売られたりしてないので、まあ有名なところはね、コピーが結構出回ってたり、ネットに出てたりするんですが、マンドリンでこんなんやったらいいですよ、いうのをもう順番に言っていきますので、やってください。グノーの「アベマリア」、これ楽譜屋さんに売ってます。バイオリンの楽譜買ってください。700円 これをやってみたいと思います。これ高い音が、まあこう高いミまでなので、まあトレモロがそこそこ出来出して、あれやね、音も鳴り出したらすぐ弾けると思います。で、もともとバッハの、平均律クラビやね、バッハの前奏曲、ピアノの曲に、グノーが歌をつけたやつなんですけど、そのバッハの元の曲を元にね、この僕大好きなイタリアのパンチェッティ、ダビデ・パンチェッティさんがソロでマンドリンで弾けるように、伴奏の部分をアレンジしてくれてますので、まあ合わせて練習するとね、すごくいいと思いますよ。はい、これをやりましょう。トレモロね。難しいね。和音で言うとこう来てこう来て、ここでこう来て、ここでまあ落ち着くみたいな感じなので、4小節をね、こう4小節で少し、まあ、山をつけるんですけど、どうかな。ま、超きれいに響くとこやね。こう速すぎてもあかんしね、なんかこうなってもあかんし、こんなんでもあかんしね、まあ、難しいね。こう、まあ今ピッキングで鳴らしてますけど、こう聞こえるようにね、この音と同じような感じね。音はこっちの方がスーッと透明感がね、でトレモロになるとどうしてもなんかこのピックの音が入るからガチャガチャってなるんやけど、この感じでこういけるといいですよね。で、少しね、こうマンドリンではこうビブラートできませんので、ちょっと押し込むんですよね。これ普通ね、押し込むとちょっとこう分かりますよ、これとこれね、だいぶで、こっちもこれとだいぶやっぱりピッチがすごく変化できるので、もうほとんど分かるか分からないかですけどね、それを、少しやると、何もせんかったら、まあこんな感じになるんですけどね。で、右手も少しね、こう、どういうのかな、少しこう、じゃなくて、ほとんど分かれへんね。
速さはそんなに変えてなくて、少しねこう移動させてますよね。こう、まあ、こっちでもいいし、こっちでもいいしね。あのほんの2ミリ3ミリぐらいでいいと思いますので、うん、で明るい音暗い音ね、こうちょっとやかましいね、こう最初行きたいですよね。あのこれはちょっとやかましいと思いますので、あのやかましいというのはその音量がやかましいじゃなくて、あの、ね、音色がね、音色が硬い、はっきりで、こっちちょっとくすんだ感じ、落ち着いた感じ、こっちで始めといて、平らなとこからあの直角に当てるとこをね、少しこう、まあ、極端に言うとこうやる、これをこうやってピックの角から入るとこうなりますので、少しねその辺も工夫して、うん、やってくださいね。あのピックの角度、それからこの低い位置をもうほんの少しですけどね、 あと左手のちょっとこう押す強さね、あのビブラート効きませんので、まあ、押す強さで少しこうあのこうやってね、こうピッチをね少しね、うん、で変化をつけながらこの長い音符を4拍分ね、こういう感じで綺麗に、何もしなかったらってなってしまうので、少しね難しい、ちょっと難しいわこれあの、うん、でもしピッキングギターみたいにね、これピッキングでこう、まあ、これもちょっとしんどいとこありますね。これで弾くとそこまで気にせんでいいね。やっぱり取り戻した方がいいと思います。うん、で4小節でうまくまとまるうまくまとまるいうのもおかしな言い方やけど、ミーファーソード、ま、音がねこうだんだん上がっていって、でレー四分音符しっかり弾いて、レーからミーで元に戻る感じね。でこの速さ自体はあんまり速くしない方が綺麗かな。こうなんかちょっとね、なんかちょっとしんどいでしょ。で遅すぎてもなんかテケテケやから、まあそこそこ、音符の頭っていうのはダウンが回る、ダウンで弾いてくださいね。こう弾いて、なんかこうやってね、いつファに入ったかわからんような弾き方じゃなくて、あのうまくこう ダウンが回ってきた時に押さえるように狙ってくださいね、うん、でそのためにも、あまり早すぎるとねダウンが狙えないで、こういつダウンかがちょっと分かれへんので、うん、まあそういう感じですよね。もう次いきますね。次からは、あ、そうや。で、指や。で、できればこう、同じ弦で弾きたいので、まあ、このポジションで、こっちへ行きましょう。そしてで次も多分こっちでいいと思いますよ。これはこっちの方がいいですね。どれThank you.
からこう来て、でソーソーラーシード、まあシーが入っとうけど、こうね、あの ラドミラ A マイナーから、D やね、こうちょうど5度下がるような感じね。でソーから、G から、C に5度下がる。あのこっちで少しあの緊張感ねがあって、でこっちでちょっとこう落ち着く感じね。でこっちでまあクレッシェンド、まあ、あのピアニッシモって書いとんが、まあ、そういうことやと思うんですよね。こう落ち着かせる感じね。こうで次、ここは特にあの出してくださいね。こうレファラーね、でこうソレシーって言ってますのでね、この音と次のこれと、あとこういうなり方ね、それからまだこの持っていき方やね。そう、ここ弦変わるから難しい。これはまあ同じ弦、うまいこと言ってくださいね。からこの16分と、これもまあうまいことこの例の頭が鳴るダウンで鳴るようにね、うまいこと調節してくださいね。難しいわ。あの後ろの例は少しこう緩めてもいいかもしれない。なんかいつまでもこうするよりかは少しこう緩め、速さを緩めるね、速さを緩めて、あの緩めるけど音量は緩めないね、緩めるけどこう音量は緩めないね、少し緩めて次を一番綺麗に。でこういう時はこうまあまあ極端にやるとこういうことやね。あのこうよりかは少しこうあの明るい音ね。今までまあこう来てそれに対してこういう感じでね。これあの ダブルドミナントいうやつやね。これレーラー、これ波長調、これのドミナント、あの G の和音がこれで、これのさらに、5度上レラレね、で5度上の5度上の和音から、次はこういきますからね。こう来てこう来てこう戻らないよね。戻らずに、なんやろ、ディミニッシュかな、ディミニッシュだから少しこうやっといて、次のこう雰囲気ね。あーどうだ、あーどっちでもいい。同じ弦のが綺麗かな。まあこのだからさっきと同じような動きなんですけどね。あのまあピアニッシモって書いてますけど、ちょっと落ち着く、気分が落ち着く感じね。ちょっと落ち着いて、こういうのね、こう綺麗に弦渡ってくださいね、切れないようにね。
あの同じ音が並ぶパターンはタッタでいいと思います。で、ラドというふうに音が変わるときはこれでいいと思います。あの同じ音やのにトレモロするとちょっとねできないです。あのなんかつながってしまうか切れてしまうかのどちらかになりがちですよね。なんか、ちょっとねこうどうしてもこう切れがち、これでいいと思いますよ。うん、音が変わるとこはねトレモロできますけどね。どうかな。これでもいいかもし、全部これでもいいかもしらんけど、まあどっちでもいいです。つなげ音見てね、タラーラーっていうのを綺麗に、あこっちの方がいいね。この辺から変わりますか。それぞれの音がこうダウンからスタートするといいと思います。ここはスラーね、こっちはスラーに対してまあ工夫してくださいね。速さで調節したり、あのは、まあどっちでもいいと思いますのでね、あのうまくダウンが回ってくるように工夫してください。うん、それでいいんじゃないかな。ちょっとあの通してやってみましょう。
クターブ下げてもいいかもしれないね。1回目はこっちの高さで、うん、で2回目になったらこっち上げても綺麗かもしれないね。うん、あ、さっきはそこやな、あの、やっぱりトレモロでもいいかもしれんね。あの、まあ、テンポにもよるんですけどね。ちょっと今一人で弾いとうからあれやねんけど、二振り素早め、こっちはちょっとね、少しこう時間かけての方が雰囲気変わっていいかな。うん、二振りちょっと素早めでトレモロね、のがいいでしょうね。あの、まあ、もうちょっとテンポが早かったらあれやけど、まあこう来てこうね、あの、いいと思いますよ。こうで最後のパターンだけ少しこうピアノをね、次に向かって少しね、こう音色を変えてね、それから最後のとこやな、難しいね、こう、伸ばして、上はちょっと落ち着いてもいいかもしれないけど、中はというか、あの、同じ遅くならんようにね、同じ速さで、行くといいかな。で、そういう時にこのトレモロの速さを調節ね、ダー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 にしといて、こういう感じね、こう終わりらへんだけ3を吹くね。下げた方でもやってみますね。
ね、してオクターブ上げてくださいね。ソレシソファレシソで今弾きましたけどね。で2回目を楽譜通り。やっぱりこう弾く音でなんか弾くよりも少しどういうんやろうな、あの力抜けた音色になりますよね。 こっちは割となんかこうすごい張りの強いイメージします。ちょっと楽にね、楽なイメージがね、ついでにあのこっちの方も紹介しておきましょうか。このパンチェッティさんの方ね、これはあのダウンアップで、これがまあ音がずっとまあどっちも残せるとこまでこうすぐじゃない方がいいですね。残せそうなとこまでそれぞれね。
作った人とグノーの楽譜ってちょっと1小節グノーの方が少ないので、もしこれに、グノーの通りにやりたかったら22小節目の次に、っていうのを足してもらったらうまくつながると思います。時に小節の数がぴったり合うと思いますのでね、これも難しいですよ。ダウンアップで綺麗に弾く練習ね、弦を移る練習に、いいと思いますので、はい、ありがとうございました。そうやな、こうやって曲ちょっと順番にもうこれを弾けばいいっていうのを動画にしていきますので。